皆さんこんにちは、ドクター P です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが今回のテーマはこちらです。はい、ぐっすりと気持ちよさそうに眠っていますね。現代社会において睡眠不足はよく問題となりますが、逆に睡眠時間が長い人にはどんな問題があるのでしょうか。先日アプリに50歳の女性の方からこんな質問をいただきました。睡眠時間が長く、医師からロングスリーパーを疑われたようです。過眠症との違いを知りたいようですね。またたくさん睡眠時間を必要とするのでフルタイムで働くことができないという悩みもあるようです。はい、とても良い質問なので動画にさせていただきました。過眠症には実はいくつもの病気が知られています。どんな病気があるのでしょうか。またロングスリーパーとはどんな人たちを指しているのでしょうか。それではスタジオを出て解説します。そもそも私たち人間はどのくらいの睡眠時間が必要なのでしょうか。睡眠の必要性は個人および障害で大きく変わります。図をご覧ください。ほとんどの成人は一晩に6から8時間の睡眠をとると報告されていますが、中にはリフレッシュするための睡眠時間が一晩に6時間未満で良いショートスリーパーもいますし、10時間以上の睡眠を必要とするロングスリーパーもいます。現代医学でも子供や青年でさえ一定の睡眠時間を推奨する科学的証拠は驚くほど少ないのです。全米睡眠財団は推奨される平均睡眠時間は被験者によって大きく異なることを明確にし、各年齢層における新たな範囲を示しています。米国睡眠医学アカデミーと睡眠研究協会は最適な健康状態を促進するために成人は1日7時間以上の定期的な睡眠をとることを推奨しています。アメリカ睡眠医学会は睡眠障害を表のように分類しています。不眠症や睡眠関連運動障害群の一つであるムズムズ足症候群については以前に解説していますので概要欄に貼っておきます。今回のテーマでもある過眠症は中枢性過眠症群として分類されています。中枢性過眠症群は睡眠関連呼吸障害等の睡眠を妨げる病気や極度の睡眠不足がないにもかかわらず昼間に著しい眠気が現れる睡眠障害を言い、中枢神経系の機能異常が原因と考えられています。中枢性過眠症群にはナルコレプシーや特発性過眠症、クラインレビン症候群、睡眠不足症候群などがあり、次のスライドから詳しく解説していきます。ナルコレプシーとは耐え難い睡眠欲求の出現と食事中や歩行中など通常眠ることがない状況での居眠りを特徴とし、レム関連症状と呼ばれる情動脱力発作、金縛り、入眠時幻覚をしばしば認めます。情動脱力発作はカタプレキシーとも呼ばれています。大笑い、驚き、怒りなどの強い感情を引き金として突然筋緊張の消失を伴い数秒から数分で自然に回復する発作です。次に特発性過眠症について解説します。原因が明らかでないため特発性と呼ばれています。ナルコレプシーと同様に昼間の過剰な眠気と居眠りを特徴としますが、レム関連症状に乏しいことで区別されます。また起床困難、頭痛、起立性調節障害、失神などの自律神経症状を伴う場合もあります。過眠傾向が家族内で目立つこともあり、原因は特定されていませんが、睡眠・覚醒に関わる何らかの遺伝的背景がこの病気に関わっていることが考えられています。クラインレビン症候群とはどんな病気でしょうか。1925年にクラインによって最初に報告され、1936年にレビンによって詳しく説明されたためクラインレビン症候群と名付けられました。原因不明の反復性過眠症、周期性過眠症で数日から数週間続く過眠症状が年に数回から10回以上見られるのが特徴です。有病率は100万人に1から2人、 80% 以上が10代で発症し、眠れる森の美女症候群とも呼ばれることがあります。過眠症期には認知機能障害や食行動異常、脱抑制行動などを伴うことがあります。睡眠不足症候群とはどんな病気でしょうか。慢性的な睡眠不足が原因で、例えば平日の睡眠時間が3から5時間と短く、休日に9から10時間と長く眠るのが特徴です。
後述するロングスリーパーは毎日6から8時間の睡眠をとっていたとしても昼間に眠気を生じる可能性があります。睡眠不足が原因であり、十分な睡眠時間を確保すれば改善します。ロングスリーパーは体質性長時間睡眠者とも言われています。睡眠障害国際分類第3版では10時間以上の睡眠、小児ではその年齢に適した睡眠時間より2時間以上多い場合を指しており、睡眠時間の極端な上限を示している人と記載されています。小児の時から睡眠時間が長いことが多く、遺伝の可能性も示唆されています。必要とする睡眠時間より少ない睡眠時間への短縮を強いられた結果として眠気が生じます。社会生活に著しい制限が生じ、フルタイムで働けずにバイトやパートタイマーとして働いている人や働けない人もいます。最後に治療について簡単に解説します。いずれの過眠症でも睡眠の機会を十分に確保し、カフェイン、アルコール、ニコチン等の睡眠を妨げる薬物摂取を抑えることが大切です。特にナルコレプシーや特発性過眠症では昼間の眠気に対して覚醒維持薬による薬物療法を行い、情動性脱力発作を主体とするレム関連症状に対しては抗うつ薬が有効であると考えられています。スライドの参考文献です。これで本日の講義はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。